おはようございます。カモンマテリアルマテリアルの岡部五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために、配信している番組でございます。今日もためました。はいはいはい、はいはい、ということで今日はですね10月の23日ですね、はい、23日ですね、はい、あと1週間で、はい、ハロウィンですね、はい、そうですね、はい、その頃僕は九州行ってます、はい、お九州何しに、あの福岡インディペンデント映画祭があるんです、はい、はい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 、まあ、そちらにちょっとねあのお邪魔、映画の関係ではい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 お邪魔する感じ、はい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 、まあ、ちょっと顔出すぐらいなんですけども、うん、まあ、そのまま僕は鹿児島入りしようかな、はい、お鹿児島いいっすね、はい、大好きですよ、もう僕、鹿児島。知覧に行ってきます。あ、知覧、うわー、いいな、いいな、知覧いいっすよ。いいっすか。いいっすよ、めっちゃめちゃいいっすよ。はい、やっぱりもう知覧といえば、はいはい、ね、そうですね、あの特攻隊のね、そうですね、はい、あの、あった場所に立ってる、はい、まずそこメインですね。はい、もうやっぱりね、はい、あの16歳とかね、もう15歳とかで、はい、あのね、特攻隊に行くからということで、その前に書いてる少年たちのね、はいはいはい、あの遺言書。そうですね、あれはね、やっぱり、ね、泣かない人いないって言いますね。うん、言いますね、はい、あれ見たら、もうその場に2時間、3時間ずっと、ね、そうそうそう、だからその場にあるんでね、うん、はいはいはい、もう空気感からも全部そのまんま、あ、ここからたと飛び立ったんやみたいなのが、すごい感じられる場所なんで、はいはいはい、はい、であとは、チランといえばね、はい、あの武家のね、あ、はいはいはい、武家屋敷街がね、すぐ近くにあるんですよ。はい、これがねまたねあの趣があって、はい、あの司馬遼太郎なんかよく言ってるんですけど、 あの、はい、あそこの、武家屋敷街の庭がね、はい、あれは宇宙を表してるっていう、宇宙、そう、宇宙を感じるって、すごいなんかこういい感じのね、武家屋敷街らしいですけどね、はい、結構詳しい、あ、そうですね、はい、まあまあ行ったことないんですけどね、そんな感じですいや僕も行きたいんですよ、はいはい、行きたいんですけどまだ一回も行ってないんですよ。あ、なるほど。でも情報だけめっちゃ入ってて、なるほど、はい、ちょっと行ってきます。ああ、だだだ、まあでもね、鹿児島市内からちらちょっと離れてるんでね、そうですね、ちょっとだけ時間かかるんですけどね、車で1時間ぐらい、はい、はいはい、まあまあかかるんで、はいはい、ちょっと行ってきます。いやー、いいな、いいな、いいですね、はい、もちろんね、ぜひいろいろまたじゃあ帰ってきたら、そうですね、お土産話を、はい、帰ってきます、またこの番組でもね、はい、していただければなと、ね、思うんですけども、はい、はい、それでですね、はいはい、今日はですね、はい、またしてもあのこのプレゼンありかなしか、あ、はい、なんですが、はい、今日は、ビデオです、ビデオです、はい、はい、でまたあの映画監督への取材をさせていただきました。いいですね、はい、あの前回の、ね、エンディングでも ご紹介させていただきましたけども、はい、田辺弁慶映画祭でもあの、まあ、グランプリ取ったりしている、はい、あの愛のくだらないっていう、はい、作品の、野本梢監督にですね、野本さん、はい、はい、してますよね、はい、はいはい、何回かお会いさせていただきました、はい、あの田辺弁慶映画祭にスタッフとして参加されたり、ね、はい、そうですね、田辺でもお会いしましたし、うん、多分中之島映画祭でも、うん、そうそうそう、中之島映画祭もね、お会いしたと思います、はい、はい、僕確かあの中之島の時にあの私が発芽する日やったっけ、あ、はいはいはい、はい、あれを見た覚えがあるんですけどね、はい、はい、その、野本梢監督、僕、はい、だからご本人にお会いするの初めてやったんで、ものすごく期待していきまして、はい、なかなかですね、なかなかですね、はい、雰囲気が独特の人で、はははあの、まあ、見ていただければ分かると思うんで、はい、もう分かると思うんですけど、はい、あのすんごいふわふわした感じなんですけど、はい、ふわふわしてんねんけど、うん、あの結構ね、あの時間かからずにポーンってすぐ帰ってくるんですよ。だからなんか多分芯はすごい持ったはんやろなっていう、うん、そうでしょうね、なんか雰囲気だけですごいふわふわした、うん、なんか作品のイメージや、はい、全然違う、全然、ね、全然違う、ね、作品はだいぶドロドロしてたりするんですけど、本人の雰囲気は全然違います、ね、そうですね、はい、という、野本梢監督のインタビューを皆さんご覧いただきたいと思うんですが、はい、その前にですね、まあプレゼンですから、はい、はい、判定員の方に入っていただきたいと思います、はい、判定員の皆さんよろしくお願いします。はい、はい、ということで判定員の方入っていただきました。はい、ありがとうございます。あ、なんか一人増えました、増えました、はい、ということでこの判定員の皆さんで判定していきたいと思います、はい、はい、それでは、参ります。このプレゼンありかなしかスタート。はい、ということで今日はの映画愛のくだらないの監督の野本梢監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
ですね、見ました。見させていただきました。あのどんな話かっていうのを一応視聴者に向かってちょっとお話しいただければと思います。はい、お願いします。はい、テレビ局で働く30代前半の女性が彼氏と同棲してるんですけれども、彼氏と仲があまりうまくいっていなくて、その中で仕事に邁進するんですけども、仕事もだんだんうまくいかなくなってしまって、こうつい周りにいろいろ当たってしまって自分を顧みるようになるという話になって。はいはいはい、そうですよね。あれだからね、なんでテレビ局舞台を設定したんやろうってまず最初に思って、はい、なんか理由があるんですか？そうです、結構この自分の経験を反映した映画なんですけど、はい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 、あの書いてましたよね。あ、それで、はい、まあ、映画を撮っていく中でいろいろな人と出会っていろんなことがあったりとかしたので、うんうん、まあ、あの何かをこう作品を作る立場っていうところで、まあ、映画だとちょっと生々しすぎちゃったか自分の中で、はいはいはい、自分がテレビ局で働いた経験があったので、ああそういうことなんですね。まあ、なるほどなるほど、はい、テレビ局のその局内のことも含めて、まあ、めっちゃリアルやなと思いながら見ていて、ちょっとだけあの僕もテレビ作ったことがあるので、はい、まあ、正直言ってですね、もうファーストシーンからもうぶちかましてくれてますよね、これ。そうです、はい、主人公の名前が、玉井圭、ね、圭ちゃんがですね、もういきなりこう、えっていう、なんか男性からしたらね、男性からしたら、いや、別にあの行為がどうのこうのっていう話ではなくて、マジですかっていう話じゃないですか。あのシーンがもう衝撃的すぎて、なんだこの女はっていう。ね、いやだからある意味それでものすごいあの引き込まれた部分はあるわけですよ。中盤までこんなに面倒くさい話はないなっていうか、はい、人間の面倒くさいところを全部集めてるような話ですよね。そうですね。ね、はい、でそれに僕は逆にびっくりしてどこに感情移入したらいいんだろうっていうのが正直なところだったんですよね。でも最後の最後でそう彼氏のいろんな事情が見えてきた時に、あーっていう、そこ狙いですよね。そこ狙いですよね。はい、あのあーっていうところからがどう回収するかっていうところが多分この映画のポイントなんだろうなと思って、まあ最後まで見させていただいたんですけど、どうにかちょっと中盤まで頑張ってみてほしいと思ってます。前半は結構いろいろな散りばめたやつをどう回収すんねやろこれって思うぐらい散りばめましたね。最終的には見てる側がどう解釈するのかなっていうところに行ったのかなと思うんですけど、どの辺までがご自分のリアルに近いところを攻めてるんですか、この内容は。そうですね、まあ、その彼との関係性もありましたし、はい、その、まあ、長く付き合ってた方と、はいはいはい、結婚するのかってなった時にちょっとこう気の進まない感じがあったりとかして、はいはい、まあ、彼が家業がある人だったので、うん、結婚するってなったら自分も仕事を辞めてそっちに行ってっていうことも考えないといけないしとか、はい、いうそこの迷いとかは反映させてもらったりとか、うんうん、あとテレビ局の話とかほぼ自分が経験したことでSNS が炎上したりとか、嫌なプロデューサーがいるとかですよね。あれはまさにそうです。しかもあれ彼氏いるのかよちってくね狙ってたのお前みたいな、なんかそこはなんか私のもしかしたらすごい被害も、はい、あ、いえいえいえ彼氏持ちって分かった瞬間に冷たくなるってね。ね、まあ業界ではよくある話なのかもしれないですけど、ある意味ね、そのご自分の身を切って作られた部分がすごくあると思うので、だからこそそのリアリティがすごくあるのかなっていうのは、はい、女優さんというか俳優さんたちにどういう部分を気をつけて演じてくれっていうふうに演出されてたんですか。そうですね、特別結構皆さん組んでくださってたんですけど、基本的には、まあ、ちょっと嫌な部分が皆さんこう出てくるとは思うんですけど、もちろん嫌なやつと思って演じないでほしいっていうところは、まあ、伝えたかは確かなんですけど、でもそこはすごくこう気をつけながら見てました。なるほどなるほど、そうですよね。その本人は当たり前でやってるっていう経緯が
ね、LGBT の彼女に向かって言っちゃう、話っちゃう一言とかにしても、別に悪気は一切ないわけですよね。そうなん、むしろちょっと良かれと思って言ってるぐらいそう、だから局の人にありがちな言動ですよね、あれね。流行ってるからね、みたいな。そういう部分っていうのは、まあ、まあだから見ていて、ちらっと垣間見てる人間からしても、ある意味リアルやなと思ってたんで、はい、別に業界の話でなくても、はい、普通に仕事してたら多分あることだと思うので、共感ポイントっていうのはもういろいろありますよね。結構働いてらっしゃる方は、はいはい、こうなんか来るところはどこかしらあるんじゃないかな。だからその30代、まあ、前半の女性の、まあ、恋と仕事と家族だ友達だっていう、働きながらそれをこうどう進めていくかっていう、そこに悩んでいる女性のお話っていうことで言うと、まあ全部網羅してる感じです普通ほら何かにフューチャーするじゃないですか、恋だけにフューチャーしてみて、でちょっとかける仕事みたいな感じで両方何か問題は起こるけど最後は良くなるみたいなストーリー多いと思うんですけど、全く違いますからね全く違いますから、はい、全然そんなことはないという、ほぐれたかどうかもわからないですよ ね、はい、ただなんだろう、そある意味現実ってそうなんかなっていう、置き方にはなったのかなという気がするんですけど。そうですね、だからこう都合よくなん主人公のために、うん、こう作用するものにはなってほしくないなと思う。なってなかったっすもんね監督はこの作品をどの部分を特に見てほしいって。そうですね、今回のは結構その実感とか自分を戒めるために撮った部分があって、その当時は自分そんなに戒めたのそんなに戒めたのなんか調子に乗っちゃってたなっていう。ああ乗ってたんだその当時はやっぱこう自分がなんとなくむしろ被害者意識みたいなのを持ちながらやってしまって、はいはい、ケイちゃんもそうですもんね。でも結局それで自分がこう撒いた種が何かなってしまったりとか、思わぬ方向で誰かを傷つけてしまったりとかっていう方につながっていったなっていう反省があるので、自分がこう正しいと思って行っていることが誰かにとってはそうじゃないことがあるかもしれないっていうのを、なんかこう立ち止まってみるきっかけになったらいいなって思います。なるほど、なるほど、はい。まあ、30代と言わず、まあ、女性皆さんね、まあ、女性だけでもなく男性でもやっぱヒットする人たちはすごく多いと思うんですけど、ある意味その全ての、人たちに、今しめとして見てたら見る気な人生の中でそのちょっと足を止めて、うん、自分のことを見直すためのテキストとして見てもらうというか、こういうことは気をつけようねっていう、はい、なんかと自動車の免許の更新の時に見られるビデオみたいな感じですか。そうですね、定期的にこう5年おきぐらいに見てもらってそうですよね。でも多分ね、なんだろう、すごいアップダウンがあるわけでもなく、かといってすごいゆっくり過ぎていくわけでもないので、不思議なのは作品時間が100分弱ぐらいなんですけど、全然そう時間感じなかったっていうか、短くも思わなかったし長くも思わなかったしっていう、はい、ちょうどいい時間の流れ方をしているやつだと思うので、それって多分生活描写とかが見てられるからだと思うんですよ。だから描写が見てられないと多分途中でやめちゃうパターンになると思うんですけど、そういう作品っていうのは結構中毒性があるというか何回もなんかついつい見ちゃうみたいなやつになりやすい傾向あるかなと思うので、はい、あと結構いろいろ知った後にもう一回見ると、いろんなその縮まめてることに気づいていただけるかもしれない。確かに2回以上見てみるとより楽しめるという、はい、感じでございます。はい、もう一回だけじゃあ最後に見てる人にアピールというか、ぜひ見てくださいっていうのを一言感動からお願いします。もしかしたらこう優しい世界に生きているというか、まっすぐ生きられている方には必要な映画かもしれないんですけれども、どこかこう何か思い返すきっかけになるような節がある映画だと思っているので、恐れずに見ていただきたい恐れずに恐れずには大丈夫だと思いますよ。そんな噛みついたりしないから怖い怖い映画ではないので大丈夫だと思うんですけど、確かにそうですね、優しい世界
ばっかりじゃないですからね、世の中はね。仕事でバシバシやってる人なんかが見たらハッてするようなことはすごいたくさんある作品じゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんも、見ていただければなと思います。はい、ということで、今日は愛のくだらないの監督の野本梢監督のインタビューでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで終わりました。どうもありがとうございました。まあ、何ですかね、私 の, インタビューテクのいろんなところが散りばめられた、インタビューだったんじゃないかなというふうに、自負はしておりますけども、おい はい、自負はしておりますけども、はい、またどんな感じか、皆さんで判断していただければと思います。はい、それではこのプレゼンありかなしか判定。あはい、ありがとうございます。いや、だからね、本当ね、なんていうんですかね、作品ね、多分ね、見てらっしゃらない方はどんな話かなっていうところが一番気になられるところやと思うんですけど、正直言って、そのものすごい、このなんかものすごいいろんな出来事がいっぱいあって、こうやってああやってっていう作品とかじゃないんですよね。だから本当にリアルな日常を一個一個丁寧に追っかけてるっていう感じの作品で、うん、まあ野本監督ってどっちかっていうとそういう作品が多い人なんですけど、うん、そうですね、うん、今回のやつはちょっとね、ある意味ね、今までよりも毒が多めかなっていう気はします。毒をいっぱい集めてる感じはするので、はい、ただインタビューの中でも言ってたように、うん、人生の中でちょっと足止めて、うん、なんか振り返ってみたいなっていう時ってあるじゃないですか、はいはいはい、そういう時に本当に見るといいテキストっていうのは本当にその通りで、うん、多分ね、見たらね、あ、俺それやったことあるって思うやつがいっぱいあるんですよ。あ、やってる、それ知らん間に俺やってるかもしれへんとかっていう自分に思い当たるなんかがあるんですよ、うんうん、毒がいっぱいあるんですよ、はいはいはい、でそれが一体じゃあラストにどういうふうに回収されているのかっていうのがこの作品の見どころなので、まあ主人公の彼女がね、成長するのかしないのか、はいはい、そういうところが、一つのポイントになると思うので、うん、まあ、ぜひですね、見ていただきたいんですが、これがね12月の初旬なんですよね、はいはい、公開がまだだいぶ先なんで、はい、まあ、1ヶ月半ぐらい先なのかな、はいはい、になるんですけども、一応野本監督とちょっと お話してまして、はいはい、それまでにもう一発出ていただこうかなと思ってますので、また、第2本をですね、皆さん、はい、お待ちいただければと、はい、なんか不思議な感覚の人でしょう、が喋ってても、はい、僕結構リズム好きなんですけど、はい、ツッコミどころがいっぱいあるんで、ツッコミ屋さんなんで異常にツッコめるんですごい楽しいんですけど、はいはい、また、そのツッコミができるかなと思ってるんで、はい、期待していただければと思います、はい、はい、ということで、谷口さんどうでした？判定する方で入って、いや、もうこれやってみたくてすごい嬉しいです。もうくるくる回してやってみたかったので、はい、目がこうしちゃうんです。了解了解、これだけで価値があります。映画も見たいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひご覧になっていただければと思います。素晴らしいプレゼント、はい、ありがとうございます。はい、ということで、では次行きたいと思います。はい、はい、あゆみ、はい、おはようございます。はい、あゆみの質問のコーナーです。はい、今日、はい、もまた来ております。はい、はいはい、まだ来てないですよ、ね、はい、今日の質問はですね、はい、はい、高部さんがね、うん、福岡に行くと、うん、ね、はい、私も一緒に行くんですよ。おで、はい、私チラン行くの？チラン行きます。あ、そうなんや、はい、そっか、チランね、あのね、いい武家屋敷があってさ、もうええっちゅう、もうええっちゅう、ね、行ったことないねんけど、もう怖くなりゃええっちゅう、はい、はい、はい、でね、私初めて九州行くんですよ。あ、そうなの、はい、生まれて初めて九州に行くんですけど、はいはい、もう行ってみたいなと思ったんですね。それが鹿児島っていきなり濃いな。私一番行きたいのは屋久島。おー、屋久島ね、はいはい、でも、まあ、今回はね、福岡の本州、はい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 、本州じゃないわ、このね、九州だけで泊まろうってなってるんで、はいはいはい、まずね、機会があれば行きたいなって思ってるんですけど、はいはい、皆さんは、他どこに行きたいですか？今というか、他ね、行ったことなくて行きたいなって思ってるところってありますか？せっかくなんで、じゃあ、何ですか、他行きたい、行きたいところ、はい、行きたいところ、今
北海道か沖縄か。えらい、両極端だ。なんでなんでなんで。どっちも1回ずつ行ったことあるんですか。1回と沖縄2回行ったことあるんですけど、ちょっともう1回あの新たな目で行きたいなと思います。なるほどなるほど。なんかあんまり有名どころ北海道とかは行ってないので。うん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 。はい。なんか仕事で行かあ、そう、仕事で。仕事で行くとね。で、まあちょっとご好意で連れて行っていただいたところがちょっとあったっていうぐらいだったので、はい、あの、がっつり話しみたいな。ああ、いいっすよね。はい。はい、じゃあ、あの、お会いさんですか、うん、僕は、まあまあ、九州、その、つまり時間があんまりないので、もっと、真ん中行きたかったんですよ。湯布院とか、あと熊本の方とか、いろいろその辺行きたかったんですけど、いろいろあるじゃないですか。はい、で、まあちょっと今回はもう鹿児島中心に行ったっていう感じになって、霧島が行ったんで、そうですね、温泉を行ったんですね。霧島温泉、島に紛れてと、そう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 、あれすごい気持ちいいらしいですよ。いやいや、あの、俺鹿児島市内は行ったことあるんだけど、はい、あの、そっから外へはまだ行ったことないんで、霧島温泉できたんですね、うん、あの龍馬が新婚旅行したんですね、はいはいはい、いやもうだから僕はね、あの、いろいろあるんですよ、まあ、北海道も函館に坂本龍馬の記念館があったりとかね、坂本龍馬、うん、そうそうそう、で、あの、沖縄もね、トランジットでは行ったことあるんですけど、離島には行ったことあるんですけど、本島行ったことあるから、本島も行きたいなと思ってるんですけど、ね、あえて言うと、足摺岬っていうのが、あの、僕のおじいちゃんがね、実はそこ出身なんです。あの、与太郎さんが、はい、あの、山本与太郎さんって言うんですけど、僕のペンネームが岩崎与太郎なんですけど、その名前の由来になってる、おじいちゃんが、実はその、あの、高知の足摺岬の近くにある、あの、ほんま、ジョン万次郎、中浜万次郎の村のすぐ近くなんですよ。大谷っていう場所なんですけど、そこを出身なんで、僕は一回、そのおじいちゃんが生まれ育ったところみたいな。がありますけどね。はい。ありがとうございます。高橋さん。高橋さん。高橋さん、どっか行きたいとこありますか。福井に行きたいです。福井。福井メトロ劇場ですよね。ああ。そこ高橋さんなんです。ああ、そうかそうかそうか。前の神戸だったんで。はいはいはい、絶対行くねーって言って。はいはいはい、知ってる幹部が舞台でよく行ってる。福井行きたいです。はい、ありがとうございます。はい、はい、という感じです。はい、はい、またね、じゃんじゃん、あの、質問をお待ちしておりますので、はい、このコーナーは皆様からのお便りで成り立っております。はい、まだ来ておりませんが。成り立ってるはずやねんけど、成り立てないのないもんな。はい、ということで皆さんよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ高橋さん。はい、おはようございます。白髪目黒高橋です。はい、白髪というのコーナーでございます。はい、今週と来週はハロウィンで行くのかな。あー、そうですね、はいはいはい、と思いまして、ましたね。で、映画ね、本当は、はい、ハロウィンを行ったかったんですけど、はいはい、一回行ってますね、ハロウィンで ね、 そうですね、はい、一回やりましたね。やめときます。やめんのかい。はい、はい、でも、まあ、ハロウィンをちょっと残さないといけないんで、うん、残さないで、ジミー・リー・カーティスが出てるプロムナイドですね。はい、来ました。はい、でございます。はい、こちらはですね、はい、1980年カナダ映画でございます。はい、まあ、プロムの、ね、夜に、ね、高校生パーティーがあって、まあ、殺されて、はい、犯人が誰かっていう映画でございますね。はいはい、あの、割合犯人が立ち会ったりするなんて。なんかもっと考え欲しかったんです。うん、これが、まあ、ジェミリー・カーティス出てますけども、はい、この人はね、だからハロウィンが1978年で、これが、1980年で、1983年までは割合ホラーで出たんですね。だから嫌い、うん、グリームクイーンですから、あの、叫ぶ女王って言われてて、はいはい、で、1983年の大逆転からちょっとコメディとか割合人間ドラマするんです。はいはい、でも私はホラーしないよって言うたのに、うん、1998年にハロウィン H20 というのが、うん、あの、2000年、はい、2000年に対しての映画があったんです。それで復活して、うん、でも私はハロウィン出えへんよって言うたのに、うん、2018年のハロウィンにまた出たわけです。あ、やっぱり私がマイケルを殺さなあかんって、ね、なるほど。ほんでもうそれでやめたんかなと思ったら、今年ですね、はい、10月15日から、はい、アメリカで、日本は12月29日からのハロウィンキルズに出てるという。やっぱりハロウィンやん。でも、まあ、今度で死ぬんじゃないかって言われてますけども、先生の試合場行ったんで、ハロウィンキルズが見れなかったということで、悔しい思いしてますけども、ぜひともちょっと、はい、ハロウィン
ちょっとシリーズ多いんだよね。これ1本なんでね、はい、プレムナイト見てみないと。ちょっと今日怖さはこれよりも、ハロウィンよりはちょっとマシかな。マシかな。はい、はい、なんで見ていただきたいと思います。はい、で、もう1本はですね、はい、私の好きな映画でございます。はい、ファンタズムという作品でございます。はい、これ監督してますか ?1979 年アメリカ映画でございます。はい、監督がドン・コスカレギ。という監督で、監督、制作、脚本、撮影、編集とやってまして、はい、すごいな。で結局あの日本公開はこれ1作目だけなんですけど、はい、2から5は DVD 出てますね。で、主人公が当時流行ったボーイズボーイズで映画がありまして、はい、そのマイケル・ボールドウィンという少年が出てるわけですね、はいはいはい、で、まあ、その人気で一個思ったのがちょっとあまりにも不釣り合いだったということで、うん、で5作までファンタズムあるんですけど、うん、2には彼は出てないんです。ほう。でそのトールマンっていうとお墓のね、うん、管理人がね、はい、出てきて、それが気持ち悪いんですよね。おう。その人が2位から以降は、はい、主人公になったみたいな感じなんでございます。気持ち悪いやつが主人公になった。そうなんです、はい、そうです、はい、なんですよね、はい、でこういうねちょっと今日は小道具も小道具、はい、これ、はい、あの、はい、こんなね銀のボールがね、はい、バーン飛んでくる、はいはい、これがほんでここにやったら、はい、こっちが出るっていうね。血出るやろな、当たったらもう。なんでここからね、矢が出るんです。矢っていうか、はい、何プロペラ何かが出てね、なんか出てる、骨を食い潰すっていう。あそういうへで、こうやって最後ね、こうや、ね、うま、ん、いこと言うからパッと血が出るんだよね。あそれがしたかった、それがしたかっただけの作品紹介。はい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 、いやもうこれのためにこんなね、うん、もうくっつけてね、大変やな。はい、はい、あの劇場は違ってます、はい、なれません。はいはい、でも、DVD2 から5枚はすごく高くて手に入らない、私も見てません。サブスクではやってるんですか？サブスクしてませんね。あそこまでは誰も見ないでしょうね。はい、そうなんや、そうなんや。でもこれ一作目と音羽さんの作品で、はいはい、重点を聞かすスピーカーが流行った。あーなるほどなるほど、はい、もうだからその銀が飛ぶ時に、はい、ドゥルーンみたいな。これ ABC ホールの社会で来たんですよね、はいはい、ABC ホール撮ってよかった。あでも公開した時は ABC ホール前のね応用の時にね、はいはいはい、でもこれだからちょっとまたここで見たいですバックオンしていただいて。なるほど、はい、なるほど、はい、なんでもし機会があればこれ DVD、 これは DVD の方が出てますので、はい、でレンタルとかで見てください。はい、わかりました、はい、楽しい春をお越しください。はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。はい、今日も走りましたね。はい、そうですね走りましたね。はい、はい、谷口さん今日はもう完全にお客さんでいらっしゃったんですけど、はい、はい、どうですか、こうお客さんとして見ていただいて。いやもう今日も楽しかったので、ああ、また来週も呼んでいただきたい。レギュラーレギュラーレギュラーで、はいはい、じゃあレギュラーで今度何喋ってもらうんだろう。なやね。はい、まあそうですね、あの、まあ、この番組もね、いろんな人に出ていただいてね、あのいろんな方に見ていただいて、はい、楽しんでいただければなと思ってますんで、またあのこのプレゼンありかなしかもね、次の挑戦者そうですね、はい、はい、お待ちしてますんで、ぜひ皆さん、あと、あゆみの質問コーナーもね、そうです、お願いします。質問をね、いただきたいと思いますので、はい、これ見ていただいて、あれどうなってんねんと思ってる人がいらっしゃったら、はい、ぜひ、質問を、いただければと思っております。はい、はい、ということで、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います、はい、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。また来週。